見てて微笑ましかったです。すごいなんかその人たちのことを他人の先生じゃなくて何の先生か分かんないけどとお話しした時にこっちもなんか私が見ててうるうるしちゃいましたって言ってて本当に言ってよかったなって思いました。なんか本当担任の先生とかと仲良さそうでいろんな先生とやっぱ在校生もねみんないないのでもう本当に保護者さんと卒業生と先生みたいな感じだったので、でそのお手紙くれた子二人と小田ちゃんが喋ったことがあるのかわかんないんですけど、が前誰が好きなのって聞いた時に園って答えてくれたっぽくて、それで小田ちゃんが言ってくれてって感じです。園が行けたのは、教師希望だからそういう関係築けるといいなって思う。いやそのも先生だろうと思ったもんうわ先生だろうと思った、先生なりたいって言っとった。そうね、まさかそういうのを好きでいてくれてる子がいるって思わなかったので、小田ちゃんに聞いてあの何お顔とかはあれだったけど、あのたまにメッセージとかくれてる子だったから、終わった後にもメッセージ来てて、ああこの子かってなりました。やっぱさクラスなんかすごいちょっとクール系な子がいればムードメーカー役での子もいればっていう、なんだろう、本当に見てて微笑ましかった。なんか大人っぽいんだね今の中学生って、本当に高校生って言われても分かんないぐらいだった。いいですよね、福岡にいるからこそできるし、そういう関係がこれからもいろんな地域の方とつながっていければ素敵ですね。本当に辛いだろうな、修学旅行とか文化祭とかもなくなったって言ってたし、晩ご飯は食べました、配信始まる前に。なんか本当は早めに配信してなんか早めに配信して早めに終わって明日に備えようと思ってたけど、いやこれ絶対配信終わった後に耳からお腹すくわと思って食べました。夜ご飯食べるつもりなかったんですけどね。
でもね、それこそ中学生だけじゃなくて高校生も大学生もですから。辛いよね。だってさ、まあそりゃ勉強があるから学校行くけど、とはいえだよね、その行事が大事じゃないですか。最近早起きだけど寝るのも早くなった。いや、そんな変わってないかも。なんかやること、なんだろう、早起き、一日やることは変わらないので、だから普通に。でも最近ありがたいことに早起き頑張ってます。ありがたいことにというか、ずっと今週とか特に3時間寝れたらいいかなって感じです。今は明日の確認をして今日は寝ます。明日は今日より早いかな。だから早くコンタクト外さないと洗浄が間に合わん。でも移動時間もあるのでね、私たちは。私帰ってきて寝ちゃうから、てか、まあ、寝ないとあれなんで寝てます。帰ってきたらって言っても帰ってくるのも夜とかだから、まあ仮眠というか睡眠とってるだから1日2回睡眠とってます。私やばいよね、もうダメだよね。あ、ポンタロさん、タオありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いや、移動中は睡眠っていうより仮眠ですね。でもそのが全然別に生きていけるので、それで、まあ、スイッチが切れない限り、切れるとちょっとアウトなんですけど、今日の夜ご飯は野菜スティックとスープ食べました。朝昼食べたのでね、結構。座りながら寝ると首痛くなる、なりますけど、そこで寝ないと、てか寝ちゃう普通に。お体のこと置いといて、てかこの間昨日かマッサージ行って久々に行った、やばかったすごかった。なんか自分でも、触ってない自分でも分かるぐらいすごかった
なんかね、もともとそのもそんな体がいい方じゃないのであれなんですけど、そのされながらちょっと笑いそうだったのおもろ、なんかひどすぎて。その後に来るんですよ。ありがとうございましたって言って、こうでみたいな、こっちがこんな感じでみたいな、なんか体の何絵に丸とか書いてあったりしてくれるんですけど、おもろかった本当に。そのも言っちゃやばいですよね。言っちゃった。今日誕生日なんですって、おめでとうございます、素敵な一年にしてください。でもともとなんで全然あれなんですけどね。明日は舞浜です。明日行って、明日は何の髪型しようかな。20時にディズニーの花火ある。そうなの？いいな。でもすんのは絶対お友達と行くって決めてるので、その友達が来ない限り行かないな。やっぱ元気すぎだろ、ディズニーとライブ見に行って、ディズニーなんて、そう沖縄も行ったんです、この前ヤングガジに住んで。何も観光とかはしてないんですけど、バタバタだったんですけど、朝一から行って
楽しみに。発売日はまだ未定というか、まあ大体大まかなのは決まってるんですけど、あのまだ決定じゃないので言わないんですけども、お楽しみにっていうことで。楽しかった4人、なんかあんまない4人だけど、それぞれ接点はみんなあるから楽しかった。ありがたいですね、最近たくさん皆さんのお目にかかる機会が増えまして、ありがたいです。本当にな空港でスパムおにぎり食べました。それぐらいかな。なんかもうその後も本当になんか仲の良さが深まりましたよ。面白かった。でもやっぱりまだ全然寒いですよ。寒いまだ。でも前日まで雨とかだったらしくて、なんかさ、ずっとねこうやって髪の毛触ってたらね、お父さんにね、なんで女の人ってそんなずっと髪の毛触るんって言われる。男性は大抵思ったら思ったことある気がする。なんでなんだろうね、不思議。ちょっと触っちゃう、こうやって、なんか気持ちいいんだよね。なんか触ってる方が髪サラサラになる気するんだけど、気のせいかな。明日何着ていこうかな、何着ていこうかな。あら、前乗りさん、クマありがとうございます。イエイ。ねえねえ、そうだよね、触ってる方がトゥルトゥルになるよね、髪って。不思議。明日オンラインもあるよね、多分。オンラインはまだ多分、まだと分かんないけど、あの何見れるかもしれないので、皆さんぜひ
まあ、あれなんですよ、どういう、なんか。つくじゃないですか、東京。大抵さんたち、室内にいるんでね、なんでもいいんですよね。ちょっと薄着で行っても別に、なんだろう。そんなに。外にいる時間が計30分もないものですからね。行き帰り合わせても。なんかさ、そのいつも思うんです、その割とね、天気予報とかを見るんですけどね、最高何度とかね書かれててもね、もう分かんないの。そんな何度って言われてもさ、いやどんぐらいってなっちゃう。耳かけ取った、ゴムで結んでたから。でもやっぱイベントに自分のファンの方とかうちわとかがあるとね、本当に嬉しいです。それこそクライマックスの時とかめちゃめちゃ多かったし、嬉しいですね、本当に。15度って言われても私、そう、わかんないよね、なんか基準わかんない。誰がどの、もう人それぞれじゃないですか、暑い寒いは。だから本当にわからない。あ、室内なんだ、その外だと思ってた。外だと思ってた。でも明日平日だから、まあまあ来れない方もいるだろうし、オンラインで見てくれる方も、オンラインも結構多いと思うので、そのファンの方で見てくれる方。そうちゃん可愛いってつぶやいておいてください。めっちゃ勝手に外だと思ってた。なんか外っぽくない？超偏見。外そうだから外だと思ってた。そう、多分外イベントが割と最近多かったからなのもあるかもしれないけど、舞浜って外そうじゃん。あ、でも言ってた、エレちゃんが歌唱力がそこだったって言ってた。なんかそう、どっちも対応できるんかなと思ってました。室内にもできるし外にもできるしみたいな思ってた。そう、浜がつくと外っぽいよね、やっぱ。そうだよね、そのドームみたいな開閉式かと思った。
今日は2時に寝れたらその中でベストですね。配信終わったらそのすぐさ準備すればいいのにさ携帯見ちゃいそう。まあ野外の方がまあそれはあるねけど、まあまあ久しぶりの何他のアイドルさんのがいるイベントに出るがっつり、なんか他最近そのが出させてもらってたイベントもいなんかそ他のアイドルさんもいるけどそんな大人数じゃなかったから久々にがっつりアイドルイベントって感じで、お腹空いたのでラーメン食べてもいいですか。どうぞ。スノは昨日カレーラーメン、あれはうどんじゃないもんな、カレーラーメン食べました。めっちゃ食べたくなったんだよね。なんか味噌ラーメンを食べるか、その味噌ラーメンを食べるつもりでたんですよ。けどなんかカレーを見た瞬間にうわーと思って食べた。そう、日清の冬に食べたくなって、なんだろうね、カップラーメンってたまに食べたくなっちゃうんだよね。食べました昨日。この間ね、あ、そう、そのこの間ね、一人でお寿司屋さん行ったんですよ。で、テーブル席、カウンター席ってしたつもりがなんかテーブルになっちゃってて、一人でテーブルでお寿司食べてた。やばい、その時そのめっちゃ食べたんだよね。ぐらい食べ、ぐらい、あ、でもそんな食べてないか、そんな食べてないわその時は。けど普通におもろかった。なんか土日だったんだよね、土日か祝日かで割と人いて、だから並んでる人も多かったの。なんか一人の人が割と少なかったから結構並んでて、で申し訳なくなった、あ、なんかすいませんみたいな、全然テーブル席が恥ずかしいとかじゃなかったんですけど、申し訳なくなった、あ、なんか一人で独占しちゃって申し訳ないなと思いながら食べてた。でも全然名前書くとかそういうタイプじゃないかったから、普通に申し訳なかった。お前カウンターでいいだろうって思われてそう店員さんに。でもまあ自由なのでね、食は食をどう楽しんでも。っていう話。そう、待ちたくなかったから
少なそうなとこに行ったの。結構いたんだよね。なんでだったんだろう。同じ考えだったのかな、いろんな人が。待つ予定なくて入ったら結構人いて、もうお店にいたわけじゃないけど、あれと思いながらこんなはずじゃなかったんだけどと思いながら待ってた。本当に食べたくなったのね、お寿司が。不意に家にいて、あの時の行動力やばかった。その絶対そういう時あんま行かないタイプなんですけど、もうなんか本当にお寿司食べたくなっちゃって、お寿司食べるだけためだけに家を出ました。その我慢できないんですよね、食べたいって強く願うと言っちゃった。あの時の自分今思い出してもめっちゃ面白い。私のは今一番食べたいのは味噌コーンバターラーメン的な。味噌バター、味噌ラーメンってコーンよく入ってるじゃないですか、プラスバターが入ってるやつ、なんていう、味噌バターコーンラーメン、味噌コーンバターラーメン、コーンバター味噌ラーメン、まあとにかくそれが今一番食べたい。今一番って言ったらあれだけど、あ、食べたいなーってのを1ヶ月ぐらいずっと考えてる。いやー、すごいかわいい、何これ、ありがとうございます。でもあのないんですよ、コンビニとかは。だからちゃんとお店に行かないと、あ、もうないので、いいお店を探そうと思っています。そんなもんかな、最近食べたい。最近食べた、味噌、味噌ラーメンはどこにでもありますけどね。コーンとバターってなるとね、あの話は変わってくるんですよ、世の中。韓国料理は最近食べたので、とりあえずはいいかな、落ち着いた韓国料理欲は。でも今お腹空いてないから言えるんですよ、多分明日何イベント終わってお腹空いた時とか絶対韓国料理食べたいって言ってる気がする。終わろっかな、1時間経つし。
髪伸びた。まだ伸ばすけど。まだ伸ばすけどね。それでは13位、しょうちゃんさんありがとうございます。12位わかなちゃんありがとうございます。11位はめっちゃ途中で切れちゃう。そののほっぺ10の次はチュッチーさんありがとうございます。10位アランさんありがとうございます。9位カルロスさんありがとうございます。8位レム太郎さんありがとうございます。7位タカさん0925さんありがとうございます。6位前乗りさんありがとうございます。5位ハーツさんありがとうございます。4位はじめさんありがとうございます。で3位けいごさんありがとうございます。2位なべさんありがとうございます。1位ポンタロさんいつもありがとうございます。ペコリ、皆様ありがとうございました。わすごい今思い出した、早くスマホケースを買いたいんだった。本当にありがとうございました。皆さん明日お会いしましょう。また明日お待ちしております。多分そのちょっと顔パンパンかも今ごめんなさい、今多分顔パンパンかもしれない。だから明日オンラインとか現地で見た方気にしないでください。ではまた皆さん、今週はもう終わるか、来週もまたやろうと思ってますので、なんか木金あたりになってやってなかったら、そちらショールームでコメントしてください。では皆様おやすみなさーい。すいませんね、最近ショールーム、うちのタブレットとショールームの相性が悪くてダメなんですよね。 Wi-Fi は関係ないんですよ、今も携帯 Wi-Fi 繋いでるから。ちょっとタブレット対象悪いみたいです。バイバイおやすみなさーい。